どうも達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきてるかなと思います。今回もね、不安とか反芻思考とかうつ病とかそういった、まあ、パニック障害もそうなんだけども、そういう怖いなと思ってしまうそういう状態を脱出するために、毎朝ねマインドフルネス瞑想って言って、まあ、自分の注意を向けたいところに注意を向ける練習っていうのをやってもらってます。ストレッチだとかヨガとか呼吸法だとか、自分の体に意識を向け続ける練習をしてもらってます。これなんでかっていうと、僕たちはずっと注意を向ける練習をしてずれたら戻すっていうことをやっていると、脳の開発質っていう部分が容量が増えて、より自分で意識をコントロールしやすくなったり、注意するべきところでちゃんと狙えるようになっていったりします。で、それと引き換えに扁桃体っていう恐怖に反応する部分っていうのがあるんですけど、その扁桃体がちっちゃくなっていくっていうことが分かっているんだよね。で、そのために何かに意識を向け続けるっていうことが大事になったりとかいろいろするんだけども、それをするためにいつもやってもらっているストレッチとかヨガとか呼吸法っていうものをやっている時に、いろんなものをに意識を向けるのではなく、自分の体に意識を向け続けるってことをちょっとずつでいいので始めてみてほしいと思います。ストレッチだと、例えばストレッチだと体が伸びているな、ぐーっと伸びているなっていうこの部分にね、少し意識を向けやすい、ぐーっと向けていく。で、呼吸法だとお腹が膨らんでへこんで、ヨガだとポーズを取った時に体がどうなっているのかな、少し揺れ出しているのかなっていうことに意識を向け続ける。そうしていくと注意がぐっとそこに注意を集中することができるようになっていくんだよね。例えばいきますよ、はっ、見えますか、砂がさーっと落ちてますね。この砂がさーっと落ちてますよねって言って、これを見てもらっている時に不安が頭の中から消えていたと思います。こういうふうに何かに意識をガッと向けることで、見えるかな、ガッと向けることで自分の恐怖とかっていうものを脳が作り出している余裕がなくなってくるんですよ。そこも使っています。なのでしっかりとね、この僕の毎朝やっているトレーニングっていうものをしっかりと短くていいです。なので今回はちょっと短くします。短くていいので意識を向け続けるってことに意識を注意を集中してください。ぐーっと向け続ける、ずれたら戻す、結構実はこれはハードだったりするんですけども、それをやってみてほしいと思います。ずれたら戻す、ずれたら戻すと繰り返し繰り返し、そうすると人間の脳内のシナプスっていうの、まあこれはちょっと神経系の話になるんだけども、の結合が強くなっていく。そうするとどん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 その注意のコントロールっていうのが向くようになっていく。でもそればっかり自分がリラックスしようとか結果を求めてこういうマインドフルネスっていうトレーニングをやってしまうと、またそれは違うことになってしまうんだよね。リラックスしようと思って取り組んでしまうとか、他のことを他の問題点を不安を消そうと思ってやってしまうと、またそこに違う考えがよぎってしまうのではなく、体に意識を向ける、体に意識を向けるってことをだけをやった結果リラックスできる、不安が減るというか、そういうふうにつながっていくので、まずは自分の体に意識を向けるってことをやってみてほしいと思います。はい、で今回は短めにします。であまりにも長いのってやっぱり結構ハードになったりもするので、それはまた別の機会にやるとか、ちょっと今後もいろいろ工夫していきます。他にもいろんな皆さんの相談にも乗ってあげることもできると思うし、そういったことをちょっとずつ調整していきます。もしかしたらそっちは有料になるかもしれませんけれども、しっかりとマンツーマンでやっていくのはそういうふうにやっぱりやっていくしかないので、ちょっとずつやってみてほしいと思います。さてちょっと前置きが長くなっちゃったので、今回はサクッとやっていきますね。はい、でこのいつもこうやってパタパタと足をほぐしています。この状態の時にも足を動かしているなっていうことにこう意識を向けてほしいんですね。で動かし始めたら少し目を閉じてこうやってほしいです。こうパタ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 と、でゆっくりゆっくりでいいです。ゆっくりゆっくり動かして股関節を緩めてください。そしたら今股関節が少し緩くなって少し温かくなっているっていう風に、自分の体にずっと注意を集中してください。注意を集中している間は不安とか反芻思考とかっていうものが止まります。それを実感してほしいんだよね。ちょっとずつでいいから続けてみてください。はい、では股関節が温まったので、右足を立てて、右足は左足の外側に、はい、で左手で持ちます。ぐっと持ってお尻を伸ばします。ぐっと伸ばします。この時にお尻がぐっと伸びている感覚、どのように伸びているのか、ピリピリするのかムズムズするのか、その時に自分の気持ちはどうなのかということをずっと注意を向けてみてください。
鼻から吸って口からゆっくり吐きます。鼻から吸って口からゆっくり吐きます。この時も慣れたら目を閉じてぐーっと伸ばしてください。はい、反対、左足を立てて右足の外側へ、少し見えづらいかな。でこの状態で右手で左足を持ちます。ぐっと寄せます。ぐーっと、この時もお尻がどのように伸びているのか、ピリピリするのか、ムズムズするのか、どういうふうにリラックスできているのか、体の中に意識を向け続けてください。最後の呼吸法が難しいなという方は、この自分の体に意識を向けるストレッチだけでも問題ありませんので、少しずつ始めてみてください。ふーっと伸ばしてください。息を止めずにゆっくり伸ばしてください。はい、それでは右足を立てて左足の外側に持っていきます。で左手でグッと右足を持って左を向きます。この時も体がどうなっているのか、どこが伸びているのか、呼吸をゆっくり吐けば吐くほどゆっくり伸びていくと思います。その感覚にも注意を集中してみてください。たくさんの知識を得るよりも少しずつ始めてみることを優先してみてください。僕がサポートできるのはやっぱり行動する人ぐらいしかやっぱりサポートはできないので、もちろん知識だけ欲しいなという方は前編の方だけ見ていただいて、それでも問題ないと思います。はい、反対、左足を立てて右足の外側へ、右手で持って左手を向きます。ぐーっと伸ばします。この時にどのように伸びているのか、体の感覚に注意を集中してください。少しずつ始めてくれている方々が増えています。一緒に元気になっていきましょう。ぐーっと伸ばします。はい、それではこの状態で両手をぐーっと上に上げます。ぐーっと上に上げて両手をつきます。この時に体をなるべくまっすぐにしてキープします。呼吸を止めずに体の感覚に注意を向けてください。少しバランスが必要だと思いますが、その感覚にも注意を向けてみてください。こういう方法がストレスだとか不安だとか、そういううつ病だとか、そういったものにものすごく効果があるということが分かっているので、少しずつ始めてみてください。はい、ゆっくり下ろしてください。動作は全ての動作をなるべくゆっくり、可能な範囲でゆっくりゆっくり動かしてみてください。それでは5分間やっていきます。量よりも質が大切になります、こういうトレーニングっていうのは。なので5分間きっちりと注意を向け続けてみてください。ずれたら戻す、僕がカウント数を数えてくださいだとか、注意を向けてくださいっていうたびに頭の中でいろいろなことを考えていたら、あ、戻さないといけないなっていうふうに考えて、また注意を戻してください。そうやって脳を鍛えていてください。
それが唯一皆さんが自分にできる、自分を元気にしてあげる方法だと思います。はい、5分間5回深呼吸をします。鼻から吸って口からゆっくり吐きます。吸って吐く、鼻から吸ってゆっくり長く吐く。鼻から吸って口からゆっくり長く吐く。鼻から吸って口からゆっくり長く吐く。鼻から吸って口からゆっくり長く吐く。はい、それではなるべく目を閉じて、手はどこでもいいですよ。自分の起きやすい場所に手を置いて、少し胸を張って背筋を伸ばして呼吸を数えます。吸ったタイミングで1、吐いて2、吸って3、吐いて4、吸って5、吐いて6、吸って7、吐いて8、吸って9、吐いて10と数えます。そしてまた吸って1から数えます。この時に意識がずれたらまた戻してください。それでは始めていきましょう。吸って吐いて数を数えてください。注意がずれたら元に戻します。はじめは15秒30秒も呼吸に注意を向けられないと思います。注意がずれたら元に戻します。注意がずれたことに気づけるようになれば、自分の頭が作り出している不安だとか恐怖だとか、そこに飲み込まれていることにも気がつけるようになります。吸って吐いてを続けてください。注意がずれたら元に戻す。吸って吐いてを続けてください。鼻から息が入って、鼻からまたは口から息が出ていきます。
はい、5分間終わりました。ぼーっとしてください。この時はもう何も考えなくていいです。20秒ほどぼーっとしてください。はい、お疲れ様です。さあ、そしたら今日頑張ったことを日記に書いていってください。少しずつね、良くなってきているかなと思います。本当にちょっとずつ続けられる範囲で続けてみてください。毎日ねやるのがいいんですけども、可能な範囲で全然大丈夫です。はい、脳の神経は少しずつでも成長していくので、ちょっとずつ始めてみてください。で、またいつものように見開きのノートの右側に日付を書きます。このように9月、もう9月入っちゃいましたね。9月、インタラと。で、ここにトレーニングをしましたと。まあ、これか分かりやすく書いてください。何でもいいです。で、下にどれぐらい集中できたのかなと。10段階評価で書いてみてください。はい、で、その結果、集中すごくできた結果、どれぐらいリラックスできたのかなと。よっ。こんな感じに書いてみてください。これはもう感覚でいいので、自分の感覚で、皆さんの感覚で書いてみてください。で、気づきとかはこっちのページに書いてください。はい、そんな感じで少しね、前置きが長くなりましたけども、こんな感じにやはり初めに少し知識を話して、それから実践に、短い実践をやっていこうと思います。で、長い実践っていうのは別のところでまた少し考えたりとか、他にも僕は皆さんに歩いて欲しかったりするので、それをどういうふうに、なんだろうな、皆さんに楽しんでいただけるかとか、そういう皆さんがちょっとずつ元気になっていく過程を楽しめるように何か工夫できないかなと思ってやっていきます。あとはそういう知識っていうのをやっぱりまとめた方がいいと思うので、そういう、なんだろうな、皆さんが分かりやすいように漫画チックに少しそういう風な本みたいなものも少しずつね書き始めてみようかなと思います。ちょっとずつ皆さんは自分のためにこういう時間を作って、ちょっとずつ元気になっていってほしいなと思います。そんな感じで今日のトレーニングはおしまいです。それではまた明日の朝かな、お会いしましょう。なるべく続けて出すようにします。僕もたまにできないこともあるので、その場合は過去の動画を見て、皆さんのこれがいいなと思う動画を見て、そのためにお気に入りか何かしておいて、その動画を見て少しトレーニングしていただけたらなと思います。そんな感じで皆さん、またお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。